韓国のあのステルス戦闘機系 F-21 ポメラ外観は完成。今後テスト飛行を実施していきます。今回波形 F-21 ポメラと米国の F-16 戦闘機を比べてみました。常識的な国は F-16 戦闘機を選ぶでしょうし、性能も価格もいい。では、詳しく見ていきますね。2021年4月、韓国航空宇宙産業が開発を進めてきた戦闘機波形 F-21 ポラメと命名され、現政権、プン大統領直々の挨拶のセレモニーも挙行されて、その試作機の公開式典が行われた。ポメラとは、オオワシを意味する愛称であり、もう、菌類の名称を比較的多数用いてきたアメリカ軍の戦闘機に倣った、ネーミングであることも、初の国産戦闘機にかける韓国側の意気込みが感じられる。先のセレモニーの挨拶で、プン大統領は、K-F-21 ポラメを韓国が開発したことは、超音速戦闘機の国産化をした8番目の国になったと自画自賛したが、他国に販売できるか否かはかなり怪しい。そもそも、KF-21 ポラメをめぐっては、韓国とインドネシア政府との間で、2015年に共同開発を行う旨の合意がなされて進められてきた経緯はあるが、ご存知のように、はしごを外されそうな状況である。KF-21 ポラメは、この2021年に試作機デビューした機体とはいえ、ステルス性能はなく、当てにしていた、アメリカからのレーダーセンサ類の技術供与も得られなかった。よく言って第 4.5 世代機だ。韓国自体では、予定していた F-35 ライトニング 2A 型の20機分を、急遽 B 型の調達に変更し、急遽建造を進めると発表した軽空母用の艦載機20棟、A 型の不足分を、この KF-21 ポラメで補うという。これ自体は、韓国の最大の仮想敵国が、北朝鮮である現実を考えれば、性能的に、オーバースペックとも、言えそうな F-35 ライトニング 2A 型を削減することにも、一応の合理性は、なくはないだろう。しかし、最大の問題は、インドネシア政府との共同開発の契約にあり、開発費用負担や、その後の同期導入を見据えて、川山用を進めてきた韓国政府からしてみれば、大きく思惑が外れる可能性は高い。インドネシアは、これまでも、韓国から、ドイツの209型をベースにした潜水艦を、ナーガパーサ級として、3隻調達しており、さらに、追加で3隻が見込まれる人し、韓国からは、武器輸出の乗客と見さされてきた。しかし、2019年に、インドネシアで、スビアント国防大臣が就任すると、やにわに、こうした韓国との武器調達関係に、不穏な空気が流れ始め、ナーガパーサ級の追加調達は、キャンセルが濃厚となる。スビアント国防大臣が述べ始めた、そのキャンセル理由も、ナーガパーサ級潜水艦の連続航行時間が短いという、使用上初めから分かりきっていたレベルの指摘であり、取ってつけた感は否めない。さらに波形、F-21 ポラメの件を抱えているにもかかわらず、オーストリアが保有する中古のユーロファイタータイフーンの調達や、フランスからのラファールの調達を匂わせ始めるなど、混乱に拍車をかけている。こうなってくると、東ティモール問題で、西側諸国から武器調達が厳しくなった際に、ロシアの SU-30 戦闘機を調達した下実績もあるインドネシアには、再び、アメリカも触手を伸ばそうとし始めた。このあたりは、良くも悪くも、アメリカのお家芸であり、台湾には、中国を睨んで、
ようやく輸出を承認した F-16 の最新型である V 型ブロック7072をアメリカ政府承認のもと、ロッキード・マーチン社が売り込んでいる。インドネシアの本心が中古のユーロファイタータイフーンなのか、フランスのラファールなのか、はたまたアメリカの F-16V ブロック7072にあるのか、現時点では何とも言えないのが実情だ。ただし、これらを競わせて少しでも有利な条件提示を勝ち取ろうとしていることは明白であり、少なくとも国際市場での実績がない韓国の KF-21 ポラメに回帰することだけはなさそうだと個人的には思える。アメリカロッキード・マーチン社の F-16V ブロック7072は、好調な新規受注と既存機のアップグレード需要に支えられて、サウスカロライナ州に専用の新工場を建設して対応に当たっている。ここでは、1年で新造機が48機製造可能だが、台湾の66機をはじめ、中東地域を中心に、すでに128機のバックオーダーと400機を超すアップグレード作業で、フル稼働でも2026年頃までに新造機の生産は埋まっているという。加えてアメリカ空軍は現在運用コストの高額な F-35 ライトニン。国 A 型の調達数を引き下げた場合、保有する F-16C-D を最大で約600機相当のアップグレードを依頼する可能性も浮上している。ここまで来ると、第5世代戦闘機である F-35 ライトニング2をはじめ、世界の戦闘機需要の大半は、ロッキード・マーチン社がほど独占する、いわば、一人勝ち状態が発生するようにしか思えない。F-16 も累計の製造機数では、過去最高の生産機数に到達する可能性が、非常に高まっており、もともと F-15 イーグルの保管用途向けに、ローエンドな戦闘機を目指した同機が、最も商業的に成功した戦闘機となるのかもしれない。